どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。2019年になりました。今年もよろしくお願いいたします。去年は、YouTube をね、本格的に始めたのが去年からだったんですけど、皆さんのおかげで、チャンネル自体は予想以上に、大きく成長させていただくことができました。まずはありがとうございます。今年はですね、まず競技の方は、早速4月に日本選手権がありますんで、競泳のね、日本選手権がありますんで、まずは、長水路でのね、自己ベストをちゃんと更新できるように、練習しっかりやっていきたいなっていうところですね。で、フィンスイミングの方は今年アジア選手権が開催されて、しかもそれが日本で開催されるんで、まずはちゃんと代表に選ばれるようにね、5月の日本選手権でしっかりと結果を出すっていうことと、あともう一つはやはりフィンスイミングも去年は結局自己ベスト出せなかったんで、今年は自己ベスト出せるようにね、フィンスイミングの方もしっかり頑張っていけたらいいかなと思います。仕事の方はね、まずは水泳って楽しいな、水泳って好きだなっていう水泳のファンをこう一人でも増やしていけるように、しっかりと、特に初心者の人たちに対して、いい仕事をしたいですね。あとはもう一つは、もちろん新しい泳法を泳げるようになりたいとか、もうちょっと距離を泳げるようになりたいっていうその中級者の方から、大会に参加されるような人たちまでね、あんまりタイム出したいんですっていう人は僕のところには正直そんなに来ないんですけど、来てくれる人たちにね、しっかりと、自己ベストを出す楽しさと、喜びみたいなのをね、感じてもらえるように、指導の方もしっかりと頑張っていければいいかなと思います。 YouTube の方は、年内の目標としては当面チャンネル登録者数1万人を超えるっていうのをね、皆さんと一緒に目指していければいいかなと思います。はい、1万人を超えると、予約をすれば六本木にある YouTube スタジオの、いい機材を使って撮影ができるそうです。いい機材揃っててもプールがなかったら、僕の場合は大抵撮影が始まらないんですけど、陸トレとか撮影するんだったらいいのかもしれないですね。ただ YouTube チャンネル、仕事にしても、競技にしてもそうですけど、僕一人で成り立ってるわけではないので、はい、皆さんと共にね、そのチャンネルを作り上げて、登録者数1万人を超えていければいいかなと思います。今年も水泳の、動画や、もちろん水泳以外の動画も、ちょいちょい上げるつもりではいるんですけれども、はい、今年もお付き合いいただければ幸いです。では今年も頑張っていきましょう。また次の動画で。バイバイ。